パンだよパン。パンです。お待たせしております。ねえ、今何歳ですか。今17になりました。17歳ですね。二人とも新1年生ですから、4月から。10年前、初めてお会いした時のことは覚えてないですよね。そうですね。うん、すいません。そんなの知ってるよ。そんなの知ってるもん。とっても当時からもう演技派として評価も高かったし、いやいや、あの当時の自分の演技を見ることはありますか。なんか私結構自分の演技を見るのが恥ずかしくて、もっとこうできたかもしれないとかいろいろ思ってしまう自分がいるので、小さい私が何かやってるなみたいな直視できないですね、うん、そんな真奈さん、子役時代からのあるイメージが悩みの種になっているんだとか。全てがなんかこう完璧にできちゃうのかなっていうイメージがあるんですよ。それよくおっしゃっていただけるんですけど、全然そんなことなくて、うん、初めて会った友達とかに、うん、なんかマナちゃんって意外と話しやすいんだねとか、うん、すごいショックなんです。私どんなイメージなんだろうと思って、結構せっかちというか、私なんかこうそそっかしくて、この間とかは学校でこう会を間違えて先輩の教室に堂々と入ってしまったりとか。どういうこと。本当は私の教室は3階だけど4階の同じ場所にある教室に入ってしまうみたいな感じです。あの、いつまでたっても自分の今の教室が覚えられないってこと。いや、そこが自分の教室だと思っちゃうんです。おう、これしかも4月から3回もやってるんですよ。それはちょっと重症な感じが。高1の時のクラスに間違えていっちゃうとかっていうこと。そういうことでもないんです。何なんですかね、すごくボケっとしてたんですか。いや、ボケっとしていて3回は間違いない。私も子供の頃から国民的人気者だった真奈さんも今や17歳、微妙なお年頃となりました。17歳っていう年齢に関してはどんな風に自分で意識してます？先を見越して行動できるのがやっぱり大人なのかなっていう風に私は感じるんですけど、まあ、まだ私はその子供だなというか、そんなに先を見越して行動ができなくて、ハメを外しすぎたりして叱られることっていうのもあるんですけど。え、ハメを外すっていう。ありますよ、ちょっと騒ぎすぎて怒られたりとか。でも叱られてもいいのが17歳なのかなっていう風に思っていて、なんかこうすごく子供と大人の狭間というか。まあ確かに17歳ってそういう意味では、まあもう少しで大人でも大人にはなりきってない。すごく微妙な年だなと思います。つまりこう青春の輝きと痛みみたいなものを一番こう、はい、イメージさせるのが17歳、そして永遠に帰ってこないのが17歳。そうなんですね。絶対帰ってこない。もっと楽しまないといけないなと思ってきました。僕はマナちゃんの2つ下の娘がいるんです。あ、そうなんですか。はい、なんだけれども、はい、やっぱりいろいろとあって部屋には入れてくんないんですよ。あ、なるほど。扉のところで話すんなら話す。ちょっと恥ずかしいとかもあるんじゃないですか、親とこう仲良くしすぎるとかも、うん、なるほど。自分では何でもできると思ってしまう部分もあっても、うん、実はそうじゃなくて、それを認めるのも嫌でみたいな、うん、それで反発しちゃうみたいな気持ちもあるんですかね。おなんだか妙に納得してしまいました。